はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タカさんお願いします。タカさんが見に来てくださってます。はい、皆様こんばんは。野球と猫ちゃんが大好きなシンガーソングライタータッチューです。今月も始まりました、第11回になりましたドリームキングダムタッチューの投げパワー2021、いつもお付き合いくださりましてありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。プレイボール。ちょっとね、まだ不調ですが、皆様前回放送のね、再放送動画本当にたくさんのご視聴いただきましてね、大変感謝いたしております。ありがとうございます。今月もね、お楽しみいただけるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。引き続きね、大変な状況の中ですが、こちらも、まあ自分自身もね、注意しながら、生態のね、ちょっと様子を、経過観察行ったんですけれども、まだちょっとね、あまり状況変わってないっていうことでね、歌えない状況が続いちゃってるんですけれども、まあね、諦めずにね、治療して、また歌えるようにね、向けていきたいと思いますので、というところです。あと2月の初めに、急にね、2年間使ってた、スマホが、初代スマホなんですけど、いきなり不具合になっちゃって、機種変しました。で、翌日ね、ミラクルで行けたんで、なんとかね、復旧したんですけど、やはり店員さんがね、すごい3時間かかったんですけど、非常に丁寧にね、対応してくださって、すごい感動したというね、今月初めの出来事でございました。で、それではね、ここで一曲ね、私、タッチューの楽曲をお聴きしていただきたいと思います。こちらも、初めての紹介になりますけれども、ライブではたくさん歌っております曲、まあ、ミディアムテンポな曲なんですけど、で、タッチューはですね、実は結構ね、かなり引き出しがあるんですけど、ちょっとスピリチュアル的なこともね、教わってた時期がありまして、ヒーリングとかパワーストーンとかね、いろいろしてたり作れたりする、実はそうなんですけど、この曲はね、その当時教わった、年下なのにね、なんか兄貴のような、そんなね、温かい寛明さんという方にね、作曲をしていただきました。作詞をしていただいて、タッチュンが作曲をしております。タイトルがね、太陽のような寛明さんにふさわしいということで、寛明、さんは太陽の3ですね。では、寛明さんです。お聴きください。どうぞ。改めまして、ドリーミーキングダム、タッチューの投げパワー2021第11回放送、始まりました。今月もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。なんかね、非常に、自分自身なんかこうね、緊張が続いていたりするんですけど、またちょっとね、集中してやっていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。ちょっとお水失礼します。さて、これはね、寛明さんというね、スピリチュアル界の GTO と言われてるね、すごい、年下なんだけど、本当兄貴のようなね、あったかい方に
あのぜひ作詞お願い したいということでね、あの作っていただいた、曲でございます。メロディーはねタッチューのメロディーでございますが、非常にね温かい歌詞が、心に届くかなと思いますので、またね再放送ぜひよろしくね、聞いていただきたいと思います。でこのね、パワーストーンブレスがね、実は神明さんが作ってくださったブレスなんですけど、ね、愛用しております。そんな形でね、このようなちょっとミディアムな温かい曲もあるということでね、お知らせになります。そうですね、もう少ししたらちょっとお話をね始めたいと思います。タッチューのツイッター公式番組公式アカウントですけど、アットマーク、小文字で TACCYU アンダーバー NAGE17、こちらになりますので、お便り、楽曲とかね、ご質問、いろいろちょっとねこちらの方にお願いしたいと思います。はい、ということでね、今日はね野球の話もあるんですけど、素敵な楽曲がね、非常に楽しいお話できるかなと思うのでね、交互期待でよろしくお願いします。もうちょっとかな。まあなんかね、1月2月ですけど、目まぐるしくもう月日が経っていく感じで、仕事でもねなんかいろいろバタ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 してね、いろいろありすぎるんですけど、まあね、健康に気をつけてね、皆様と一緒にね頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日もゆめしさん、あ、うさりさん缶バッジと、今日ねなめ猫のちょっと缶バッジをねつけてみたりしてみましたのでね、よろしくお願いします。あ、ではそろそろ話いきます。よろしくお願いします。お聞きしていただいた曲は、初めての放送でございました。タッチューオリジナル曲で、寛明さんでした。タッチューのメロディーに、太陽のような寛明さんがね作詞、とても温かい曲だったと思います。いかがでしたでしょうか。ぜひね再放送とかね、そして、曲の間のね話もね、再放送の動画で見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。今月のね、ではね、野球の話いきたいと思います。プロ野球各球団でね、春季キャンプが始まっております。話題盛りだくさん、ね、いろいろね、本当にどれにしようかなって迷ったんですけど、今回はやっぱり8年ぶりにね、日本球界、古巣楽天へ復帰された、マー君こと、田中将大投手のお話をしたいと思います。で、大投手マー君なんですけれども、まあ、たくさん本当ね、お話があります。野村監督さんとのお話とか、星野監督さんとのお話とか、まあ、メジャーリーグの話とかね、あるんですけれども、タッチュ独自の角度からね、行きたいと思いますので、またよろしくお願いします。駒大苫小牧高校時代は、2年夏に甲子園優勝投手となり、3年夏には、日ハムの斎藤投手との決勝戦、再試合の激闘を演じるなど、まあ、学生時代も数多くの伝説を残しておりますマー君で、小学野球時代はキャッチャーをされていまして、バッテリーを組んでいたのは、同じ兵庫県出身の巨人の坂本選手だったことは有名な話でございます。で、ピッチャーに本格的に転向したのは、高校時代からだったんですけれども、しかし、この先ですね、独自な角度なんですけど、あまり語られていないのが、田中投手にとって初の全国大会でも、で、全国大会にね、出られた時には、キャッチャーとしてプレーをしてたんです、実は。で、2004年、秋に行われた明治神宮野球大会の初戦で、マー君は、5番キャッチャーで全国デビューを果たしていたのでした。で、セカンド送球もね、2.00 秒だと早いと言われてるんですけど、マー君はなんと 2.01 秒、低い軌道で一直線にセカンドまで届くボールは、ベースまでの一伸びが特にすごいと言われていて、で、しかもね、性格的に周囲に積極的に声をかける姿勢とかね、
守備もそうですけれどもキャッチャーとしてのポテンシャルもすごい高くて、結構ね注目されていたキャッチャーだったんですけど、翌日の、白老高戦で7番ピッチャーとして先発してるんですね。で、交代後は、キャッチャーで、ということでその年は終わったんですけど、翌年春のね選抜高校野球から将来性のね、一気にこう投手に傾いたというね、時代に入っていったわけです。で体もね、その翌年の春の選抜の時には一回り大きくなってて、最速も当時145キロ、スライダーフォーク、超高校級投手、ね、田中将大が覚醒した大会と位置づけられておりますというね、最初ね皆さん知られなかったところでキャッチャーで結構ねもう名前が知れてたというマークだったんですけど、で意外に ねタッチですけど全部野球ちょっとキャッチャーもできるんですけど、コンバートっていうのはね守備を交換するとかいかにこうやるっていうのはすごい難しいことなんですけど、それをまあね見出した当時の、高田義文監督が、まあマー君をね引き出しをね見つけてくれたということでね、監督の功績がまあすごいね、すごい監督さんだったなというのがね非常に思っております。で、そんな感じでねキャッチャーからピッチャーに変わって大投手になったマー君で、楽天と言いますとね、マー君が今日米通算177勝で、涌井投手144勝、岸投手132勝、ね、ものすごい状況です。で牧田投手ね、いますし、松井裕樹投手もいますし、でね今シーズンはね則本さんもいらっしゃいますんで、楽天投手陣がねすごいことになってね、今シーズン楽しみというねパリーグになっていくかなということでね、そんなね、マークのお話をいたしました。それでは次のコーナーです。はい、タッチの投げパワーを斉唱させた素敵な楽曲、今回はね以前共演させていただいて、出演前にめちゃめちゃフレンドリーになってしまった明るくて楽しい女の子、シンガーソングライターみのりさんをご紹介いたします。ご一緒したライブ出演前の、時間にですね、みのりさん福島県出身という話により、私タッチューも郡山に4年間大学で行っていたという話をねしたんですね。そこから郡山で、中畑さんがね、いらっしゃった暗礁と呼ばれ浅香商業と呼ばれたところが、帝京浅香高校という変わったんですけど、そちらの話になったりとか、そしてで当時からねもう凝っちゃってっていう感じの、そちらの店、ね、美味しい中華料理屋さんがありまして、そこのホイコーローが食べたいがためにね時々行ってるんだっていうね話で、私は部活で辛い思い出がしかないんですけどみたいなね感じでね、めちゃめちゃ出演前に演奏前に盛り上がっちゃったっていうねみのりさんとの思い出でした。で、お店の名前は局内だで、お話ししたいと思いますので、ぜひ動画をね見ていただけたらと思います。で今回もねみのりさんよりねご紹介文いただきました。シンガーソングライター兼 YouTuber のみのりです。福島県出身24歳です。今年の、抱負は24歳という割り切れる数字のようにいい塩梅で物事を割り切れる大人になることです。は、決断力を早め行動に移す、なんなら先に行動するくらいの勢いで今年1年を駆け抜けます。活動拠点は主に東京、たまに神奈川のライブハウスで歌わせていただきつつ、
アプリコットルーム、こちらも後でお話ししますが、というユニットでも活動も行っています。というねご紹介文をいただきました。それではね早速ねみのりさんのファーストシングルコインランドリーよりコインランドリーを聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでね、あの今月の、成長させた素敵な楽曲、とってもね明るくてね、可愛らしいあのみのりさんのねご紹介になります。すごいね素敵な楽曲なんでね、あのぜひ、再放送もねたくさん聞いていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。で先にねお知らせしておきますけれども、みのりさん、のシンガーソングライター兼 YouTuber みのりさん、アカウントの方がアットマーク、動画なのでちょっと簡単にいきますがアットマークみのりアンダーバー0514で、ユニットはアプリコットルームというねユニットされてますので、ぜひあのチェックされてみてくださいね。よろしくお願いします。ということでね、あのめちゃめちゃ美味しかったっていうのは、あの郡山のね浅香長森駅っていう駅に割と近いところで中華料理屋さんの万寿園というところです。ここがねあのもう大学時代からねもう週何回行ったかなっていう感じのね、でホイコーローが本当美味しすぎて、まあキャベツのねあの甘いキャベツの美味しさね、あとお肉とかねあのタレの具合がもう唯一無二のね、あのそんなことでね、当時20代ね大学4年間行っていたわけですけれども、もう20代になって、まあ当時付き合い始めた彼女とね、あの饅頭園ツアーとかって名乗ってね、楽しいね日々を過ごしてて、泣いちゃうよみたいなね、そんなね甘い青春もありました。そんなことでね、もうちょっとせっかくなんでね、まあタッチューの独り言ということで、大学ね4年間はね郡山のあたりに行ってて、その饅頭園が大好きでってことで、でその当時ね大学4年の時に結構8年間ね付き合った彼女ができまして、それでその彼女が大魔神佐々木投手と同じ大学で同じ講義も受けてたというね、で佐々木何しに学校来てるんだっていうのでね、野球しに来てますっていうね名台詞を吐いてたというエピソードを聞いたりしていました。ということでね、割とね仙台とかもね大学時代行ってて、今ね本当に寒いくて大変ですけれども、こっから新幹線で行くとね郡山降りるとまず温度が違うな、耳寒いってよりもね痛いんですよね耳とか顔が。で仙台行くとさらにっていうね感じでね、なんかねすごい思い出をがありますね、そんな土地柄で。まあまたね落ち着いたらね饅頭園ツアーもね単独でですが行きたいと思います。ぜひね調べていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。でみのりさんねこのコインランドリーと、あと、後で話しますがコンピレーションアルバムもありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、承知しました。お願いします。お聞きしていただいた曲は、みのりさんコインランドリーでございました。すいません、いかがでしたでしょうか。とてもね爽やかで素敵な曲だった、と思います。で初めてね共演した時のリハーサルで、みのりさんのストロークを、聞いたんですけど、おーっとっていうね、これはタッチューが大好きなストロークだっていうね感じのね、感動の、演奏も聞けました。
で、そして始まる前にね、いろいろと話をしてワイワイしてたんですけれども、お店情報は今曲の最中に飾っておりますので、再放送をね聞いていただけたらと思います。非常に美味しいお店ですね。でね、コインランドリー、タイトルなんですけれども、まあ、あの曲の歌詞をねよく聞いてみると、幸せをかみしめるね、まあ、彼女さんがねの思いとかが、分かる温かい曲なんですけれども、タイトルのねコインランドリーまではねタッチュー読みきれなかったんですけど、みのりさんに伺ったところ、身近なものにしたかったということで、みのりさんにとって、生活の中であったりなかったりでもあることの方が多い程度の存在感の大切な人、そんなね、この歌にふさわしいと思いましてタイトルにしたということでね。さすがみのりさん、深いですね。で、みのりさんはねソロ活動の他にアプリコットルームという4人での、ユニットでも活動されておりますが、みのりさん、星ゆにさん、金子颯太さん、そして、大輝さん、ドリームキングダム所属の大輝さんの4人でございます。大輝さんはね、共演もしたことあるんですけれども、なんといっても来週ねこちらで川崎 FM さんでサイドンさんとの冠番組も、されております、好青年でございますので、来週もねぜひね、川崎 FM さんをね聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。みのりさんはね可愛らしいんですけれども、少し話すと、めちゃめちゃ面白いんです。で、エピソードありますかというねタッチューのリクエストに、全力で答えてくださりました。みのりプレゼンツ面白い話ということでね、どんどんいきます。小学生の頃車の中で大熱唱していたら、うるさい下手くそと言われ二度と歌わないと誓ったことがありました。投げパワー。すいません、ちょっと太夫風に言ってみたんですけど、太夫さん風に言ってみたんですけどちょっとずれましたね。ということでね、そんなエピソードと、あともう一つね面白いのが、高校生の頃母とスーパーで買い物をしている時のこと、買い物カゴを押している母の横でペラペラとどうでもいいことを喋っていました。喋りに夢中になっていた私は母が隣からいなくなっていることに気づかず、母が押しているカゴだと思い商品をノールックでカゴに入れました。そしたら、え?という声、明らかにね母ではない女性の驚いた声が聞こえてきました。慌てて振り返るとメガネをかけたマダムが目をまん丸にして私を見つめていました。すいませんとカゴから商品を取り謝罪。母はどこに行ったんだと思い周りを見渡すと、少し後ろで手で口を押さえクスクスと笑っている母がおりましたというね、最高に面白いねエピソード、ありがとうございますみのりさんね。お茶目なお母さんですよね。なんかねこういうお母さんのいたずらみたいなね、あのほわっとしたねお母さんって最高だと思いますね。ね、本日ご紹介のファーストシングル「コインランドリー」、みのりさんの「コインランドリー」発売中で、コンピレーションアルバム「グレイス」私も持っておりいただいておりますが、コンピレーション2020 9月9日ね、2020年9月発売のコンピレーションアルバムも発売されております。で、みのりさんツイキャスもされております。そして、みのりみのりというね YouTube チャンネルもされていて、こちらが盛りだくさんでめちゃ面白いですので、ぜひ、チェックされてみてください。で、ツイッター、みのりさんのツイッターの方がですね、あとねアプリコットルームさんですね、こちらもぜひねチェックされてみてください。ツイッターの方がアットマーク小文字で MINORI アンダーバー0514アットマークみのりアンダーバー0514ということでね、みのりさんの、ね、ことをねぜひチェックしていただけたらと思います。それではね、素敵な、成長させた素敵な楽曲、今回はみのりさんで、楽曲はコインランドリーでした。それでは、次のコーナーです。
い、インフォメーションということでね、もうエンディングですね。本当に早い感じで、あっという間でございます。で、ですね、番組ではね、お便りとか楽曲のリクエストなども募集しておりますので、タッチューのツイッター公式、番組公式アカウントの方までよろしくお願いします。アットマーク、小文字で TACCYU、アンダーバー NAGE17、アットマークタッチューアンダーバー投げ17までよろしくお願いします。もうね、本当にエンディングの時間なんですけど、ちょっとね、お知らせしたいことがありまして、私ね、1年前のね、令和元年9月にね、父が突然亡くなっちゃったんですけど、もう伝わってきますね。時を同じくしてタッチューの左膝が、水が溜まってパンパンになっちゃって、一度前はね、10年前にフットサルの練習しすぎで、その時は自然治癒したんですけど、今回はダメで、忘れもしない、同じ年の12月にクリスマスイブに 80cc 水を抜いて、という感じのね、体験がありました。困っていた年末年始でね、たまたま検索して、ミラクルで見つけたのが元住吉隣の駅さんにあるハリボディキュアスペースというね、整体院でして、大城先生、とても若いのに書籍や雑誌でも多数ご紹介されておりまして、どこに行ってもね、良くならない方とか重症の方を専門とされています。で、ちょっとね、時間なくなっちゃったんですけど、先生はね、 YouTube にハリボディ TV という名前でね、皆さんのためになる動画をたくさん上げておりますので、そちらもぜひチェックしてください。で、やっぱね、治療費がかかるんですけれど、お困りの方はね、お尋ねしてみたらどうかなというお知らせでございました。地元ね、川崎のお話もね、してみたいと思いまして、よろしくお願いします。それではドリームキングダムタッチューの投げパワー2021第11回生放送をお聞きくださりまして、本当にありがとうございました。アメーバブログ、猫ちゃんや、その他ね、出ておりますので、そちらもよろしくお願いします。番組、公式アカウントの方にもよろしくお願いします。次回12回生放送は3月19日金曜日18時30分になりますので、ぜひ、お会いしたいと思います。再放送とかね、お楽しみにされてください。今日も元気と愛を投げパワー、あっという間でしたけど、タチがお送りしました。ゲームセット。ではありがとうございます。また あとですね、来月、楽曲でね、アイリーンさんをね、ご紹介したいと思います。もう早々に決まってね、もっと語りたかったんですけど、アイリーンさんの楽曲ですので、お楽しみにされてください。それでは、今月もありがとうございました。また来月よろしくお願いします。失礼します。すいません、ありがとうございます。すいません、ちょっと今日は話が多くて。最後